特集です。新型コロナのワクチンを接種後、長期間症状が出続けている後遺症を訴える患者がいます。まだ十分に認知されていないワクチン後遺症について取材しました。オミクロン株の感染拡大によって県内でも保健所や医療が逼迫、急ピッチで3回目のワクチン接種が進められています。本県も含めて全国的にやはり3回目接種の進捗がなかなか進めないという状況にありまして、やはり3回目のワクチン接種というものが大事だと、できるだけ県の接種会場で枠の拡充をさせていただいて、なんとか進めていきたいと。神戸大学などはワクチンの効果について大学病院の医師65人を対象にウイルス感染を予防できる抗体、中和抗体を調べました。今までの従来株、デルタ株はもうワクチン接種後、2ヶ月、そして6ヶ月でも中和抗体を持っておりました。なので、感染をある程度抑えることがワクチン2回接種で可能でした。なので、私たちの研究からは、今回の第5波が落ち着いてきたのは、やはりワクチン2回接種の効果があったのではないかと思われました。オミクロン株は1回目、2回目の接種で十分な抗体ができませんでしたが、オミクロン株なんですけれど、なんとというか私たちも驚いたんですけれど、今まで2回接種で全くできて、ほとんどできていなかった中和抗体が3回接種をすることによって、このように64倍、ほとんどないものが64倍まで上がりました。一方、ワクチン接種にはリスクも伴います。こちらは厚生労働省が発表した死亡報告事例です。去年2月17日から今年1月2日までにワクチンを接種後に亡くなったと報告された人数は1438人。このうち専門家によって因果関係が認められないとされたのが10人。情報不足などによりワクチンと死亡の因果関係が評価できないとされたのが 99% に当たる1428人。たとえ接種の数時間後に亡くなったとしても因果関係が否定できないと認められた事例はこれまで一例もありません。またアナフィラキシーや急性アレルギー反応といった副反応以外にも、接種後から長期間症状が続いているワクチン後遺症を訴える人たちがいます。お母さん、なんかちょっと胸が息が苦しい気がするんやけど、気のせいかなって言って、でそれで私、熱も朝も出てなかったので、いやそんなことはないん、違う、気のせい違うって、そしたらもう学校の方から10時ごろには、お母さん、お母さん息が苦しいって言ってますって、息ができないって言ってるんですって、もう迎えに来てくださいっていう電話が入って。尼崎市にある長尾クリニック、全国からワクチンの後遺症を訴える患者が訪れます。院長の長尾和弘医師はこれまで50人以上の患者を見てきました。症状としては実に多彩で、例えば50人いたら50人ともみんな違うんですけども、共通することはその日常生活が、以前のようにできない、学校に行けない、そして職場に行けないという状態が、1ヶ月以上、中には半年以上を続いて、社会生活から脱落してしまってる。立ってられないって書いてあるけど、立ってられへん。フラフラする？ちょっと歩いてみようか。ゆっくり。ああ、なんやそれ。そんな歩き方？バックできひんのか。いうかその椅子に戻って、元の姿勢に。倒れそうか。そんなんか。
あとおトイレ行くの大変やね、ほんなら壁に壁伝いに関西に住む中学1年の女性、去年10月に1回目のファイザーのワクチンを接種した後、歩行困難などの症状が現れ病院を転々としました。なんて言われた結局？全然何も言われない。異常なし、異常なしじゃ異常やんか。神経内科いうとこ行ったん？ギルンバレーとかも、うん、疑ってもらったんですけど、それも全然検査も異常ない。ギランバレーじゃないって言われた、はい、長尾医師はワクチンの後遺症と診断。女性は現在治療を受けて回復に向かっているそうです。高校生だよね、はい、こちらは兵庫県内に住む高校1年の男性です。去年9月、1回目にファイザーのワクチンを接種後、新型コロナに感染し、2回目のワクチンを接種、記憶力の低下を訴えています。記憶力って、例えばどういうふうに時に記憶力が悪いって感じますか？数学の公式を覚えるときに、うん、さっきあったのに全然頭に入ってなかったり、うん、全教科あるんです。全教科？暗記ができなかった？暗記できないです。留年する可能性ある？はい。長尾医師は新型コロナの感染による後遺症とワクチンの後遺症の両方を疑っていて、脳の中で炎症が起こっている可能性を指摘しています。強い全身倦怠感というか、まあ、疲れやすい、動いたらすぐ疲れる、胸が痛い、あちこちが、まあ、痛みが移動するっていうかな。それから食欲がない、人によっては歩きにくい、あとですね、認知症のようにこう短期記憶が障害されるというか、物が覚えられない、まあ、こういったことを訴える方がいらっしゃいます。ワクチン後遺症という概念がないために保障の受け皿がない。で、若いですから介護保険の対象にもならない。3月からは5歳から11歳も対象になり、ファイザーのワクチン接種が特例で承認されます。新型コロナで具体的には有効性については、抗体価の上昇が16歳から25歳までと同様と評価されていること、発症予防効果が約 90% で、90% であることが報告されております。現時点で安全性に重大な懸念は認められないという評価がなされております。オミクロン株についての、科学的知見はちゃんと収集されたのか。オミクロン株については、5歳から11歳用の直接のデータは現時点では存在していないわけです。で、薬事食品衛生審議会においても5歳から11歳に対しても、まあ、成人と同様の効果があると、まあ、推測されているというのが、まあ、科学的な正確な言葉でございます。5歳から11歳の接種については小児科医の間でも意見が分かれていて、長尾医師は強い懸念を示しています。子どもさんがコロナで亡くなった方は3人で、ワクチンで亡くなった方は、まあ、仮に5人としても3対5で、ワクチンで亡くなった数の方が多いわけです。ですからリスクと、ベネフィットと言いますけど、ベネフィットよりもやっぱりリスクの方が高いんじゃないかと。子どもさんは、じゃあ高齢者、同居高齢者を守るために子どもは打てという方もいらっしゃいますけども、僕はちょっと子供にはちょっと酷なんじゃないかなと。厚生労働省は死亡事例は報告されていてもワクチンが原因で亡くなったことではないと否定しています。また3回目の追加接種についても感染予防効果や重症予防効果の観点から接種が望ましいと呼びかけています。